PC は DOS、Windows クラウド、はい、ネットワーククラウド、うん、まあ、そういう時代の変革をですね、まあ、早く取り入れて、はい、会計というものはどん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 新しく進化変化していくというところを常に意識してですね、はい、理想的な会計システムというものを追い求めていく続けて社会に使っている人と方々に、まあ、驚きと感動を与えたいという気持ちでこれをミッションにですね創業して40年やってまいりました、うん、あと OBC はパートナーセールス、パートナー販売、パートナーさんと共にということで、約300近いシステムと連動しておりまして、うん、数多くのシステムと連動することによって多くのソリューションをですね、うん、提供できていけると思います。全てパートナー様を第一義的に考えて5年の10年間企業運営をしてきた、はい、そしてマイクロソフトのプラットフォームのベースにですね、うん、純正に使うことなんで、ね、マイクロソフトさんの投資が全て商品に生かされてくるということを考えて今までやってまいりました。でこれからの中小企業さんというのは会計事務所の先生方にさらにですね、うん、関係を深くしてですね、はい、やっていく社会にどんどん構築されていくと思いますので、はい、それに、OBC が応援できるようなですね、うん、支援体制の仕組みとシステムをですね、うん、提供していくということで、うん、このアソスの会を作るですね、はい、さらに、発展させていきたいと、うん、こういうふうに考えています。これが一つ OBC の考え方で、うん、まあ、これからもですね、さらにクラウド時代において今ある製品にフォーカスしながら品質と使い勝手操作性を良くしてですね、会計事務所の先生方にお役に立てるようにですね、うん、全力投球で行き、会計事務所の、まあ、お客様、ユーザー様をですねしっかりとサポートできていく心を約束して、はい、行きたいと思っています。あ、すごい。